というより浮かれてる。ねえ、今度のクリスマスパーティー一緒に行かない？ごめん、パーティーには婚約者と行くことになってて。そうなの？だったら私も婚約者を誘おうかしら。そうしなさいよ。会場で待ち合わせして4人でパーティーを楽しみましょう。クリスマス、明るくて社交的な人が友達や恋人と飲んで食べて騒いで過ごす、対人能力が丸裸になるきらびやかなイベント。クリスマスなんて全然気にしたことなかったな。一緒に楽しむような友達はいなかったし、そもそも研究に夢中になっている間に気づいたら終わってたし。こんにちは、クリスマスパーティー実行委員です。皆さんの中に実行委員に興味のある人はいませんか？急な参加でも大丈夫です。衣装もたくさん用意してありますよ。クリスマスパーティーの実行委員。クリスマスパーティーの実行委員はイベントの企画立案をはじめ、当日のお世話までいろんなことをする大事なお仕事です。というと難しく聞こえるかもしれませんが、心配はいりません。衣装を着て雰囲気を盛り上げてくれるだけでも全然 OK です。なんて明るくて社交的な人たち。あの姿こそまさにクリスマスパーティーの申し子。きっとお友達もたくさんいて楽しいクリスマスを過ごすので。で、あれ、私どうしてこんなにクリスマスを意識してるんだろう。研究以外にも興味が向くようになったってこと？無意識の間に自分が変わっていってる。だとすると要因は。お友達からお願いします。いいよ。シド君が仲良くしてくれるから研究以外にも興味が出てきたのかな。今年は私でもクリスマスパーティー楽しめるかも。無意識の間にこれだけ気持ちが変わったのなら、意識して動けばもっと変わったりして。勇気を出して動けばもっと誰かとお友達になったり、いつもとは違う世界が見えるようになるかも。この着心地の良さ、制服と同じ？タグ、タグ、あった。やっぱり制服と同じブランドが作ってるみたい。通りでデザインも少し似ていると思いました。勇気を出してよかった。新しい自分感じがしてきました。ねえねえ、友達にあげるプレゼントもう決めた？プレゼント？ううん、まだだよ。無難にお菓子にしようとは思ってるけどね。なるほど、お菓子ね。いいわね、それ。ああ、真似しないでよ。そうだ、プレゼント、
レゼント渡すのクリスマスっぽくて楽しそう。でも私にはあげるお友達なんて。あ、はい、チョコあげる。私にもできるかな。皆さん、この後打ち合わせがあるので魔剣士学園の方へ行きますよ。着替え終わったら一度集まってください。もうこんな時間。魔剣士学園、もしかしたらシド君に会えるかも。よし、今年のクリスマスは頑張ってみようかな。